いわきら愛のコーナーです。今日は今度の日曜日22日に開催されます茨城ビアマンフェスト in 下妻についてお話を伺います。スタジオには茨城ビアマンフェスト実行委員会の塚田和志さんにお越しいただきました。塚田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さて、もう非常に気になるイベント名ですけれども、はい、まずはこの茨城ビアマンフェスト in 下妻、はい、一体どんなイベントなのか概要から教えてください。はい、こちらですね、はい、下妻市の近隣の有志によって、こう主催されるイベントなんですけれども、うん、県内の全ブルワリー、ブルワリーというのは地ビール工場のことなんですけれども、はい、そうなんですね、はい、それ4社あるんですけれども、うん、その4社が集合してさまざまなビールや、その他のお酒フードなどがこう集まって、みんなでこう飲んだり食べたりして楽しもうっていうイベントですね、はい、そうなんですか。県内の美味しいビール、はい、そして美味しいものがギュギュッと集まった、はい、そんなイベントになるわけですね。そうですね。食欲の秋にぴったりですね。ぴったりですねこのイベント、県西地区初のビール祭りということなんですけれども、はい、開催することになったきっかけは何だったんですか。はい、ですね、まあ、私がビール好きっていうのも一つあるんですけれどもそうなんですね。はい、まあ私下妻出身で、なかなかそういった下妻という田舎の方では、うん、地ビールっていうのがなかなか認知されていないっていうところがありまして、はい、下妻にはこう下妻ビールっていう地ビールがあって、はい、ビアスパークっていう宿泊施設があって、はい、そういういい環境なのに、うん、なかなか認知されたいのはもったいないなっていうところがあったので。そうなんですか、はい、で結構地元の方っていうのはそういう地ビールがあることを知らない方もいらっしゃるんですか。そうですね、知らない方であったり、はい、一度飲んだんだけれども、昔飲んで、はい、最近こう新しく美味しくなってるものを飲んでないんだっていう人が結構多いので、この機会に飲んでいただければなっていうふうに思って、はい、なるほど、はい、地元の魅力を再発見できるそんなイベントにもなりそうですね。はい、はい、ではですね、イベントの内容を詳しく教えていただきたいと思います。はい、こちらチラシもありますので合わせてご紹介いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、ですね、先ほど申し上げました、県内の4つのビール工場が出店していただくというところで、はい、下妻ビールさんであったり、うん、木内酒造さん、はい、あと大吾ブルガリーさん、牛久シャトーさんなどが、うん、出店していただくんですけれども、それだけではなくて、今回昨年から、発売されました2013年版の梨のリキュール、はい、こちらが今回のイベントで解禁日ということで、うん、解禁されますので、はい、そちらをこうぜひ飲んでいただきたいというのと、はい、あとその他の、地酒ですね、はい、そういったものがあったり、あとは、ステージを盛り上げてくれるさまざまなアーティスト、シモンチュであったり、はい、コリキアというシモンチュの妹分みたいな感じなんですけど、なるほど、はい、筑波大学の学生さんがこう盛り上げてくれたり、はい、クロウェアっていう、桜川市ですかね、はい、出身の、こうアーティストの方が盛り上げてくれたり、そんなイベントになりますね。そうですか、はい、本当に美味しいもの、そして楽しいものが大集合ということですけれども、はい、今回は県内の4つの4社のビール工場があるということなんですが、はい、やっぱりこの地ビールっていうのはそれぞれ味の特徴っていうのは違うものなんですか。そうですね、なかなか、例えば同じビールの名前がついていたとして、はい、いわゆるピルスナーって言われるのが、よくこう目にされる黄金色の、ビールなんですけれども、うん、ピルスナー一つにとってもこう作り手によって味が変わっていますので、はい、ぜひともそういうビールをこう味の比べとかしていただければなと、はい、なかなかそれだけの数の、ね、違うビールを飲む機会というのはないですよね。そうですね、うん、やっぱりビールってお腹に溜まってしまいますので、確かにそこまで飲めないっていう声もあったりしますけどもね、うんうんうん、そうですか。あとね、先ほどお話にありました梨のリキュール、はい、私梨大好きなんですよ。すごく気になるんですけれど、これどんなものなんですか。はい、こちらですね、下妻の梨農家さん、下妻ってすごく梨がこう有名なものなんです
ですけれども、下野の梨農家さんたちがこう頑張って苦心して作った、梨のリキュールでして、アルコール度が 5% ほどですごく軽いんですけれども、そんなに強すぎないんですね、はい、そしてすごく甘いというところ で、 甘いですか。昨年はすごく女性に人気だったということで、はい、今年は非常に、昨年の生産の倍を生産するということで、はいはい、ぜひともこのイベントで、はい、お披露目の 日なので、あ、このイベントの日が解禁日なんですか。そうですね、このイベントを解禁日として、こう2013年度版出てきますので、うん、そうですか。注目していただきたい、ね、誰よりも早くこの梨のリキュール飲みたいという方はぜひイベントに足を運んでいただきたいです ね、 そ, ですね、はい、そしてこのビールや梨のリキュールの他にはどんなお酒が味わえるんでしょうか。はい、うん、下妻の、主販店さんが作っています、はい、徳田酒店さんのレイコ、レイコ、はい、うん、レイコ、こちらのレイコですね、はい、それと、山口酒店さんの下妻八景と言われる、はい、こちらも地元のお酒ですね。そのお店でしか、日本酒になるんですか。そうですね、うん、日本酒でそのお店でしか買えないというものですので、本当に限定なんですね、はい、限定ですね。ぜひぜひこの機会に飲んでいただきたいなって思います。うん、そうですね。それとシャトー神谷さん、はい、ワインの方も提供していただきますので、うん、有名なワインを作っているところになりますね。そうですね、うん、こういった様々なビール以外のお酒も味わうことができるということなんですね、はいはい、ぜひ皆さんに飲み比べしていただけたらと思います。その他お酒を飲まれない方ですとか、はい、お子さんやお母さんたちが楽しめるイベントというのもあるんでしょうか。はい、今回ですね、まあ、ビールのイベントということで、はい、ビールにちなんだスタンプなどを利用して、うん、手作りのコースターであったり、エコバッグなど、はい、それらを作成するワークショップみたいなものを、はい、開催させていただきます。すごく楽しそうですね、はい、これは参加する方法っていうのはどんな感じになっているんでしょうか。そうですね、当日受付テントがございますので、はい、そちらの方に来ていただければ当日参加で大丈夫です、うん、はい、なるほど、当日の参加したいという希望を言っていただけると楽しめるということなんですね。そうですね、はい、あとですね、可愛らしい手作り物が買えるイベントもあるということなんですよね。はい、どんなイベントでしょう。はい、下妻市のお母さんたちがこう、はい、作ってる、手作り雑貨などを扱っている日だまりマルシェさんが、日だまりマルシェ、はい、なんだかあったかいお名前ですね。そうですね、うん、非常に人気で結構質の高いものを作られているということで、はい、ぜひ出店していただければということで、はい、出店していただくことになりました。なるほど、こちらも要チェックですね。要チェックですね。はい、そして先ほどもお話にありましたが、美味しい食べ物市内から、はい、市内や近郊のところから揃うそうですね。そうですね、はい、基本的に、まあ、今回イベント開催地が下妻市なので、下妻の、フードを、はい、中心に集めさせていただきまして、はい、まあオーブさんであったり、オーブさんでは牛串、うん、牛串、はい、ビールに合いそうですね。そうですね、で、はい、唐揚げの塩さんとか、うん、あとはおでんとか、おでんとかはぜひ日本酒とか合いますね。いいですね。でウィマムさんっていうのは、はい、下妻の素材をこう加工して、はい、例えばお米を米粉ピザにしたり、珍しい、はい、梨を梨ジャムにしたりっていう、あとはローズポークとかを、はい、ソーセージにして、はい、加工しているようなところなんですけれども、はい、そちらが出店していただいたりっていう形ですね。古賀の方からの移動販売も来るんですね。はい、やはり、そういう下妻市内だけではなくて、はい、まあ、プロといったらあれかもしれないですけれども、移動販売イベントで結構いろんなものを販売されている、はい、まあ、今回来ていただくのはカリーブルストっていう、カリーブルストっていうのはドイツの郊外の方で、はい、ドイツベルリン郊外の方でこう人気の、はい、ソーセージにカレー粉をまぶしたものなんですけども、なかなか日本では、そうですね、馴染みはないですよね。ないんですけれども、ドイツでは結構人気のあるビール、そうですか、ソーセージなんですね、食べ物なんですね、はい、そういったものも今回味わえるということで、はい、いや本当に
ビールに合いそうですね。そうですね。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。美味しいものも味わっていただきたいですね。はい。そしてアーティストの方もたくさん登場するんですよね。そうですね。こちらも詳しくご紹介いただけますか。はい。先ほど少しだけご紹介させていただいたんですけれども、はい、下妻のご当地アイドルということで、うん、シモンチュが、登場していただきまして、人気ですよね。そうですね。で、梨の歌があるので。あ、そうなんですね。はい、梨のリキュールに合わせて、はい、梨の歌をちょっと披露していただこうかなっていうところで、うん、はい。それとですね、そのお隣のコルキアという、まあ、この2人はですね、はい、ロリータの格好をしてるんですけれども、ロリータ、下妻といえば下妻物語ということで、そうですね。はい、うん、それでロリータのアイドルが、こう下妻初ロリータアイドルということで活動されてるコルキアを、うん、来ていただいてっていう形ですね、はい、うん。それとクロウェアという、うん、こちら、桜川の、はい、女性が、こう頑張って活動されてる、はい、うん、J-POP ですかね、はい、うん、というジャンルで頑張ってるんですけれども、はい、うん、彼女たちもこう盛り上げていただくというような感じですね。うん、はい、その他筑波大学の方で、はい、コーラス、まあ、アカペラサークルのドゥーアップでしたり、はい、ジャグリングサークルの、シープというさん、はい、あと筑波大学のジャズ愛好会みたいな形で、まあ、夕方の方にジャズを演奏していただいて、ムードを盛り上げてきて、ビールも美味しい時間になってきて、ジャズを楽しむ、はい、ちょっと大人な楽しみ方ですね。こういったアーティストさんのイベントというのは無料で楽しむことができるんですか。はい、アーティストさんのイベントに関しては完全に無料で、はい、楽しんでいただきまして、うん、はい、当日、まあ、お金が発生するものというのは、はい、飲食されるもの、基本的にそちらだけで、はい、うん、まあ、それとコースター作成に関しまして、はい、実費でコースターが100円、エコバッグが300円という形で、はい、うん、まあ、お手頃価格でやらせていただきますので、本当お手頃ですね。そういったお優しい料金設定になっているということなんですね。はい、はい、あとですね、アーティストの方何度か出演する方もいらっしゃると思うんですが、はい、時間によって内容が違ったりするんですか。そうですね、こちらのタイムスケジュールの方に、はい、ドゥーアップさんが3回ほど、はい、開催、時間を設けてるんですけれども、うん、こちらは毎回違う、メンバー、はい、そうですね、違うメンバーで違う曲を、うん、開催、披露してくれる、披露してくださるということなんですね。はい、わかりました。本当に見どころたくさん、盛りだくさんだなと感じますが、今回他のビールイベントにはない見どころといいますと、どんなところになりますかね。はい、今回のイベントはですね、はい、会場がビアスパーク下妻というところで、はい、そこでビールを作っているんですね、うん、で、当日ビールの仕込みをしてくださるというご協力をいただきまして、はい、そのビールを作っている様子を、はい、まあ、ビール工場見学ということで、はい、今回開催させていただきますので。そうですか、はい、大手のビールメーカーでは時々工場見学ってありますけれども、なかなかこういった小さなところの見学するのっていうのは機会がないですよね。そうですね、特にこういったビールイベントで、はい、ビール工場をこう仕込んでいるところを見せてもらえるっていうのは、はい、ほとんどないに等しいようなところですので、はい、ぜひこの機会にですね、貴重な体験していただければと思います。そうですね、地ビールってどうやって作っているのかなって気になる方にはぜひこちら見ていただきたいですね、はい、そうですね。こちらに関しても当日受付で大丈夫ですので、はい、ただ少人数で結構させていただきますので、はい、まあ、当日来ていただいて、お早めに、うん、ご予約いただければと思います。はい、気になる方はお早めにということですね。わかりました。ではですね、こちらのイベントの開催日時や場所、アクセスなどを改めて詳しく教えていただけますか。はい、こちらですね、9月の22日今度の日曜日の、10時から8時まで、開催させていただきます。はい、雨天決行で、昨日みたいな嵐の日をちょっと中止にさせていただくんですけれども、はい、今のところ週間天気では晴れですので、はい、開催できるかと思います。はい、はい、会場はビアスパーク下妻の方になりますね。はい、わかりました。はい、入場は無料ということですね。そうですね、入場無料で、はい、
はい、詳しい情報は Facebook などを見ると分かりますかね。はい、こちらの Facebook と Twitter の方で、はい、ぜひご確認していただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、こちらをチェックしていただきたいと思います。そしてもう一つ伝えたい情報があるんですけれども、はい、このイベントでしか手に入れられない記念のグッズがあるということなんですが、はい、そうですね、どんなものになるんでしょう。はい、今回ですね、数量限定で作成させていただきました記念グラスというのがありまして、はいはい、高さだいたいこれくらいですかね、100cc くらい入るんですけれども、はい、まあ、こちらの方に、はい、今回のイベントのロゴと、はい、下妻のマスコットキャラクターみたいな立場のこのシモンちゃんっていう、はい、アゲハチョウの、アゲハチョウじゃない、大紫の、はい、キャラクターなんですけれども、可愛らしいですね、はい、羽に羽が生えていて、女の子なんですね。そうですね、うん、はい、このキャラクターをグラスに、はい、印字しまして、そちらを限定300個という形で、はい、販売させていただきます。はい、こちらはグラスを買うと嬉しい特典もあるんですね。そうですね、グラス購入していただいたお客様に、はい、試飲チケットという形で、うん、2杯分、試飲をチケットを差し上げますので、得ですね、ぜひともお買い求めください。はい、ちなみに一つ、1000円になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、限定ですから皆さんぜひこちらもお買い求めください。はい、ではですね、視聴者の皆様にぜひメッセージを送っていただけますでしょうか。はい、お願いします。はい、9月22日の日曜日ですね、ビアスパークの方が若干まだお部屋に空きがあるようですので、うん、ぜひですね、宿泊でお越しいただければと思います。また今回のイベント試飲サイズから用意しておりまして、はい、試飲は100円からということで、まあ、ぜひさまざまなビールございますので手頃な価格で設定させていただきましたので、ぜひともお気に入りを見つけて、お帰りいただければと思います。はい、はい、またですね、こちらから注意事項なんですけれども、近隣に住宅ございますので、ぜひとも泥酔であったり迷惑行為になるようなこと、そちらだけはくれぐれもしないようにしてください。それとやはりビール祭りということでお酒のイベントですので、飲酒運転だけ決してしないようにご協力をお願いいたします。はい、先週まあ、昨日ですね、はい、ビアフェスタミートが開催されていたということで、うん、ぜひとも今週は下妻で開催されますので、はい、先週ミートの方で楽しんでいたお客様、昨日は、ね、台風で、残念なことになっちゃったんですけれども、楽しめなかった方も下妻の方にぜひお越しいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は茨城ビアワンフェスト in 下妻につきまして、茨城ビアワンフェスト実行委員会の塚田和志さんにお話を伺いました。塚田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、茨城ライでした。